はい、それではね、スノーランナー続きをやっていこうと思います。今日はですね、久々にこの小船湖に戻ってきて、またタスク消化をやっていこうと思うんですけど、最初にあるのがこれですね、異常気象。ソビエトの頃燃料切れあるいは故障かわからないが、飛行機が森に不時着した。あんたは興味がないかもしれないが、私はその物資が欲しいんだということで、車両用交換部品を拾って、で、修理ガレージまで届けるタスクですね。で、まあ、ここまで行くんで、ついでにちょっとぐるっと回って、この辺ですね、一時的な仮修繕、こっちもやっていこうかなと思うんですけど、仮修繕は大抵そのままになってしまうんだ。この柱は新しく交換しないとダメだ。丸太を運んできてくれれば、もう一度修繕できるって書いてあるんですけど、運ぶのは鉄骨張りなんですね。うん。ここまで VL15 柱に届けると鉄骨張りを。なんで、一応鉄骨張りを乗せて、まずこっちから行きましょうか。こう、まあ、ぐるっと回っていきましょうか。で、この辺もオンザアイスもできそうだったらやろうと思うんですけど、ちょっとガソリンがね、続かなさそうなんで、まあ、とりあえずまず その2つを優先して、やっていこうと。車は、ボロン、AE、なんだったっけ。4380。うん、ね。初めて使う車なんですけど。久々にロシアなので、ロシアマップなので、ロシア車をね、使っております。うん、まだ全然、ちょっと待って、曲がれ。うん。乗ってない車たくさんありますけどね。乗ったことないから。まあ、いろいろ使っていきましょう。なんか車高がすごい低く感じるんだけど、なんかそんな感じですね。まあいいか。まあまあいいよね、低い方が安定するし、なんかちょっと曲がりにくい、なんか感覚的に。あの AWD とデフロックが常時オンのタイプなんで、そのせいもあるかもしれないね。まあまあとりあえず進んでいきましょう。ここまで来て、で、あんまりね、雪マップはね、ショートカットがしにくいんですよね。なんで、まあ、おとなしくこの道沿いに行きますけど。壁の切れたところから左だね。こっちだね。逆に時間かかっちゃうんですよね。なんかショートカットしようとすると。雪が積もってるので。しょうがないですね。これですね、ヘリコプターですね。車両用交換部品がヘリコプターの後ろぐらいかに落ちてるから、まあとりあえず近づけるだけ近づく。よし、ちょっと行ってみようか。あ、すごいな、ほぼこの後ろぐらいにあるんか。人はいないですか、さすがに。あそこの裏に落ちてるね。クレーンで届くかな。ちょっと、まっすぐ。安定した場所でやりたいけど。微妙に傾いてんな。いける？よし。で、アンカーを出して、届くのは届くか。とりあえず、なんか引っかかりそうだけど。いけるか。上げて、引っかかりそう。大丈夫。お、抜けたか。あ、微妙に届かへんねんけど。ちょっと緩めて、こっちに引っ張るか。あー、なんか引っかかるな。難しいな、こうやって取るの。一回外すかね。なんか引っかかってるんだよね。純粋に上に持ち上げた。来てる？お、来た。外れた。よしよしよし、取れた取れた。これで、え、もう大丈夫？力持ってこっか。よし、とりあえず回収はできたんで、ガソリンがどうかな。
これちょっとぶら下げよっか。バランスが良くないし。ちょっと待って。うまくクレーンが回ってくれない。そう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 。一回外そう。で、クレーンちょっと回収して。これぐらいにしとこうか。傾いてるし。よし、とりあえず乗せられましたね。で、次はこっちぐるっと回っていくの大変そうだけど、ここまで行きたいんですよ。一時的な仮修繕。こう登ったとしても微妙だよね。道なりにちょっと行ってみましょうか。こっちの奥に行きたいんだけど、大変やな、これ。明るくしよう。ここちょっと左登って、頑張って奥行きますよ。アンカー出してんの？よし。とりあえず、登るだけ登ります。あー、なんかこけそう、すっごい。マック。ここが傾くんだよね。登れる？ちょっとウィンチ使いたいけど。よし。ここだ。ちょっと保険で引っ掛けながら登りましょう。よしよし。でいいかな？よし。な、ちょっと道沿いに行きましょうか。ちょっとね、あっぶね。ちょっと待って、まっすぐにしよう、ちゃんと。よし。よし。よし。あっぶね。ちょっと、こっちが抜けようと思ったんですけど、この辺が通り抜けられなくて、引き返してきました。まあ一旦ここまで戻ってどうしようかな。こっち行くか、戻っちゃうか。ガソリンがね、もう30ちゃうわ、95しかないんですよね。ここに、まあいいか、鉄骨張りの方先行っちゃうか。オンザアイスもやりたいしね。行けるところまで行きましょう、とりあえず。じゃあ90リットルで行けるか。入れない気がする。よし、よし、こっちだね。この道がスイスイ進んでいける道であればいいんですけど。どうでしょう。よし、ここをどうしたらいいんかな。ここから入るでしょ。だからまあここに車両用交換部品を置いていこうか。そしたらまあここまで道があるんで、すぐ回収できると思うんでね。こっちから来るのはちょっとめんどくさかったんで、とりあえず頑張ってここまで行きましょう。あと80リットルで鉄骨張りがお届けできたらもう言うことないですけど。よし、どこまで行けるか。この道は割と進みやすいね。わかんないんですよね、いい道かどうか。こうです。あーこんなトラップが。しますよ。踏みやすいと言ったそばからこれですもんね。ひどいよね、このまま。よし、OK、とりあえず置いていくか、ここに。あ、ちょっと待って、行けへんのちゃう、こんなとこ。
ここ通らないかな。いや、ここにとりあえず、この上のやつは置いていく。うん。もう多分、持って帰れないと思うんで。で、頑張ってこっち64リットルで、したいんだけど、こっちだもんね。この辺通った方がいい？こっち直接行くか。の方が行きやすそう。おぉ。ひどいもんな。おぉ、とっつつつ。車両用交換部品は回収班に任せます。第二陣に任せましょう。とりあえず、鉄骨張りを届けよう。よっ。いけるか。乗れる？じゃあもっと引っ張ってほしい。上の方で引っ張れるか。あー、帰ろう。危ない。危ない。ちょっと待って。岩の上から行った方がいいのか。もう、微妙な距離だよね。こっちに抜けれたら抜けたい。この辺はちょっと石がゴロゴロしてそう。うん、ひどいなこれ。進めへんねんけど。厳しいなほんま。こんな難しかったっけ。よっと、いけ、よしよしよし、進むしかないんだ。よし、ウインチで引っ張れると信じて進もう。なんか石がゴロゴロしてますね、ここ。岩が。その、あれでしょう、鉄塔のとこでしょう。そのエリアさえ抜けれたら、生きるはず。どうやって行くの、でも。どうやって行くの。こんなとこどうやって行くの。ちょっと回り道していくか。ここは転ぶな、確実に。しょうがない。と38リットルしかない。結構大変やなこれ、ほんま。どういっても大変やな。この辺をうまく切り抜けていきたいんだけど、こけないでね、こけないでね、頼むよ、頼むよ、こけるなよ。よし、この木が結構なんていうのかな、折れない木なんですよね。ちょっと抜けられへんのかな、俺。大変やな。こっちに行きたいんだけど。頑張ろう。違う。あ、抜けられ。いや、これきついな。燃料車を呼ん、もう一台呼んでくるか。そうしないと。たどり着けなさそうだ。よいしょ。単独でやるには荷が重かったな。でも進むか。ちょっと待って、ちゃんとウィンチで引っ張ろう。どこだ、前ありすぎる。この辺の木で、ね、いける？倒れそう。倒れそう。よし。で、こっちなんだよね。鉄塔の方まで行きたい。石エリア。あ、そこ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 。あ、落ち、こける、こける、こける。行って。ちょっと通らして、ここ。もうちょっと向こうだね。通り抜けられないんだけど、これ引っかかってんな。いけるか？ガソリンあんま使うんとこいい。どっちみち使っちゃうか。待て、後ろを。もう少しなんですけど。
外さないと。よし、あ、切れた。よし、マウスを使うよ。この辺、よし、そうそうそう、外れてくれないと進めない。よし、でこっちからあれ、はい、いける。あー、もう無理やな、6リットルしかない。あ、完全に引っかかっちゃった。ここに、この木に引っかかっちゃったな。もうガタガタしてるもんね。抜けたけど、抜けたけど、もう、あー、燃料切れた。そこ、もう枠は見えてたのにな。しょうがないな。急な、まあどっちみちここまで来ますから、あー、まあいいわ、急なをよこしましょう。とりあえず駆けつけました。いろいろ考えてね、このスカウトの方が動きやすいってことが分かったんで、この YAR87 だっけ、できました。この6輪のね、スカウトなんですよ。で、まあ、とりあえず燃料を、キャリアから、あ、間違えた。こっちやわ。こっちやな。満タンにするでしょ。これ一回止めて、おー、大丈夫？一応外れたのは外れたんだよね。とりあえず納品してしまいましょう。よし、いける。うん、抜けてるね。よし、ここ通り抜けられるのかな。この白い木がね、折れないんですよ。間を通らないといけない。よいしょ、いけるか。あー、引っかからないで。もうそこなんですけど。とりあえず納品だけさして。違う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 、その鉄塔にウィンチが引っかかれば、もうあとは強引に行きましょう。これか。いけ。外れて。そこ、引っかかってるとこ外れて。行って。抜けろ。お、抜けてきた。抜けてきた。もうちょいもうちょい。無理なん、そこ。暴れてます。暴れてます。暴れてます。よし。暴れてます。いや、いけるでしょ、もう。もういけるでしょ。うん、そうそうそう。ねじ込め、ねじ込め。ねじ込め。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと。お、抜けた。よし。あれ？抜けた？タスクを表示。あ、違う。え？ん？これでしょ？あ、そっか。タスクを追跡してないからか。これだね。追跡して、あ、向こうだった、納品するの。もうちょっと奥ですね。もういけるでしょ、でもさすがに。こっち、うん。どうなってんのこれ、木がめり込んでんの。ちょ、厄介やな、この木、ほんま。まあでも、頑張って抜けるんじゃないかなと思うんだけど。荷物置くだけで許してくれたらいいんですけど。うん、あかんな。後ろがどんな感じで引っかかってんのこれ。分からへんな。これは折れそう。うん、後ろを出そうなやつ。あ、ここに届くんだ。どこだ。鉄塔に引っ張るか。こうして、あ、抜けへんのこれ。白い木が本当にね、なんかに引っかかってますよね。抜けて。
頼みますよ。そう。わかんの？もうどういう風に引っかかってるのかわかんない。埋まってるもんな、完全に。スポット抜けてください。うわ、完全に引っかかってるんだよね。後ろをこう、こっちに抜けてみる。あ、取れた、取れたけど危ね。よし、危な、もうバックで行くか。じゃあ行ける。よし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 。わあ、ほんま、なんてとこに届けないといけないんだ。よし、まあでもやっと抜けましたね。鉄骨張りを、はい、以前ほどまっすぐではないかもしれないが、しばらくは持つだろう。次は交換すればいい。また持ってこないといけないじゃないですか。で、とりあえずこっちの道に抜けて、この車見えたんで、これを荷台に乗せて、どうか、この辺かな、見張り小屋と、オンザアイス、これですよね。見張り小屋。あ、ここですね。に届けると。まあ、ちょっと、抜けるか。スカウトの方は、追いつけるんじゃないかな。170でいけるか。よし。まあ、いいわ。とりあえず行ける限りは行ってみましょう。そこでしょう。ただこの辺も割れるよね、多分絶対。ね、オンザアイスっていうぐらいだから、この辺からも割れていくでしょ、バキバキ。いける？あ、いけんの？ゆっくり近づいてみよう。あ、あ、意外といける。あー、割れてきた。ここまでは割れないね。ほら、まあ、なるべく近づけるとこまで行こう。おお、あー、この辺厳しいな。ここでじゃあちょっと、はい、クレーンで引っ張ろう。これぐらい持ち上がるんじゃないかな。で、ちょっとねじれた。荷台に乗せてしまいます。真ん中軽いね、小さいしね、このどんな位置、うん、はい、乗った。よし。で、固定クレーンを持つ。帰り道はこっちから帰りたいんだけど、ここがひどかったよね、思ったけど。入れんのかな。な数字、まあ、いける限りはいってみる。とりあえずここまで行こうか。こっちね。よし、氷の上はもう走りたくないんで。よし、で、あれも車両用交換部品も持って帰らないといけないんで、大変やな、いろいろ。まあ、下りだから、いけるか。あ、こっち？どっち？こっちだね。一回は通ってあげないとね。スカウトどこに行った？ あそこにある。いて、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 危ない、危ない。よそ見してる。ね、ガソリンなくなったら、このドンの中にガソリン入ってないの？
入ってた？ちょっと入ってた？うん、わからへんけど。まあ、もらっときましょう。10くらいだよね、でもね。え、こっちか。ここから行けそう？こっちから行けそうだね。どうやろう。あ、でもここ通るか。せっかくやし。危なそうだけど。こっちの行って。こう、ああ、こっから無理、無理。こっから無理。こっち移って。あぶねえ。あぶねえ。よしよし。ここは降りよう、普通。ちょっと待ってよ。下りはまあいけるね。そして車飛びそう。大丈夫やった。飛ばなかった。よし。で、これも、回収しておきたいんですけど。乗るかな。適当に引っ掛けて乗せときます。もうちょい。前にずらしたいけど。積み荷を固定したらややこしくなりそうだね。で、解除して、後ろにちょっとずらす。燃料切り。よし。で、あ、間違えた。トラックを固定。トラックと荷物一緒に乗せるって。初めてだね。スロットを開いてたら普通に両方固定できるんでしょうかね。隙間が空いてる。入る？そこ。微妙やな。ちょっと入らない。まあいいわ。これで固定して、まあ、落ちはしないね。道のりはこうでしょう。いけるかな。行って最後ガレージ帰りたいんだけど。行ける限りは行くか。またガス欠になりそうやな。まあでもそんなひどくないよね、道はね。ちょいちょいこういうなんかハマる場所があるぐらいで。こういうのは回避していく。助かった。よいしょ。つけるか。はい。ここを左。ける。よし、そこかな。そこっぽいな。あ、何この地面。よし。よし、なんとか、到着、できそうですね。よし。ここだね。はい。助かったよ。機械工も見つかった。オンに切るよ。うん、これはこれで OK と。で、そしたら荷物固定して、クレーン戻して、帰りたいんですけど、行った道を変えるのが、いいかな。一応道だしね。あ、こっちから帰ろうか。ここまで抜けて、この氷の上通っていったら早いんじゃない？このルートで行くか。こっちだ。よし。氷もね、割れなければ、すごく早く移動できるんですよね。割れる、バキバキバキって割れるところはちょっと、足取られちゃうんで、進みにくいですけど。荷物1個だけだし。ギリギリいけそう。おお、何。ここ、あ、この横の道はどういうか。ここまで行って、どこに通じてるんだろうっていうね。降りてしまった方がいいよね。この辺を通っていこう。多少壊れてもいい。
聞けるかな。うん、やっぱ早かったですね、こっちの。ダメージは負いますけど。で、道なりに行って、ガレージまで行くと。そこですね。よし、行った。全然曲がらへんな、この車。タイヤのせいもあるかもしれないね。この、2つついてるこのタイプのタイヤだとちょっと、推進力はあるんだけど、周りは効きにくくなるっていう情報もありました。よし、はい、さて、霜と雪の中で20年が経ったが、この材料も劣化したな。しかし錆びた鈴よりは役に立つぞ。ありがとう兵士よ。何だったんだろうね。よし、はい、そしたらね、まあ、今日のところはこれで終わりにしておきます。次回ね、またこの続きやっていきますので、よかったらまた見に来てください。では今日はこれで終わりにしておきます。お疲れ様でした。